マルコ・アントニオルビオは、アメリカ合衆国の政治家で、フロリダ州弁護士である。所属政党は、共和党。両親はキューバからの移民で、宗教はカトリック。1971年5月28日に、アメリカ合衆国のフロリダ州マイアミで、父マリオ・オルビオ・レーナと母、オリア・アルビオの三男として誕生する。彼の兄と姉妹は兄に、キューバ生まれのマリオ・ビクター。 姉にバーバラ、妹にベロニカである。両親はフィデル・カストロがキューバ革命を起こす以前の1956年5月18日に貧しい生活から抜け出し豊かな生活を求めてキューバのハバナにあるアメリカ領事館に駆け込みキューバから経済移民としてアメリカに移民したキューバ人であり、家庭やキューバ人社会ではスペイン語が母語のため、 幼少時よりスペイン語に堪能だった。両親のキューバでの子供時代は貧しく、父親は学校を途中で辞めて仕事をしていたため、読み書きを学んでいなかった。そのため、アメリカに来た時、小学校教育を持つ、勤勉な人々は彼らの子供の施設、車と大学を持っている余裕があると思い、この国なら機会があると希望を持っていたという。両親は当初、 英語がなかなか話せず苦労しながら、子供を育て、1975年にアメリカ市民権を取得している。母オリアは1961年に一時キューバに帰国しており、この時キューバは革命により、フィデル・カストロ政権による共産主義化に進んでいて、病んでいる母の父ペドロ・ビクター・ガルシアを説得してアメリカに連れて行くためである。 母方の祖父ペドロ・ビクター・ガルシアは1956年にアメリカに移民するが、1959年にキューバに帰国し、1962年にビザなしでアメリカに入国したため、入国管理局によって交流されている。移民裁判官はペドロに強制送還を命じたが、最終的には彼がビザなしでアメリカに残れるように配慮した。両親と幼い兄と、 ソフ・ペドロ・ビクター・ガルシアはアメリカに来た当初は、低所得層向けの公営団地に引っ越して住み、夫婦とも働きで工場で働いていたが、後に、父・マリオは小学校の学童用語に、やラスベガスのカジノでバーテンダー、母・オリアは小さなマーケットでのレジ打ちや、ウェイトレスやホテルのメイドなどで働き、両親の仕事の関係で一時ネバダ州ラスベガスに移る。ルビオはカトリック教徒だが、 ラスベガス在住時の8歳の時、末日生徒、イエス・キリスト教会の教会にも出席し洗礼も受けたが、1984年に家族全員、再びカトリックに戻っている。フロリダに戻ったルビオは南フロリダ高校に入学し、1989年に卒業を。卒業後は1年間フットボール奨学金を利用して、ミズーリ州のターキオカレージに通った後、 フロリダ大学を卒業。さらに1996年にマイアミ大学でホーム博士の学位を取得した。なおルビオは、ロースクール終了まで20万ドルの教育ローンを抱えており、2012年にようやく返済を終えたという。議長時代のルビオマイアミ大学在学中にイリアナ・ロス・レーティネン会議員の実習生を務め、これがルビオが正解と接点を持つきっかけになり、 1996年、アメリカ合衆国大統領選挙では、ボブドール上院議員の選挙スタッフとして活動した。1998年に、ウェストマイアミ市の執行委員長となる。1999年に、フロリダ衆議会選に立候補し、共和党予備選では64票差で候補者に選出された。2000年の本選挙では72%の得票を獲得し、 民主党のアナスタシア・ガルシアを破り当選した。当選後は2008年まで再選され、2002年12月には院内総務に就任した。デニス・ケイバックス・レイ、ジェフ・コット・カンプ、デニス・エイ・ロスラ共和党の有力議員が引退すると、フロリダ州共和党議員の実力者となり、2007年にはキューバ系アメリカ人として初の議長に就任し、2008年まで務めた。 2007年4月4日、バックスレートルビオ2006年に、フロリダ州の未来のための革新的な100のアイデアという本を出版。この本は、フロリダ州内をタウンホールミーティングで意見を聞きながら旅した時の、フロリダ州民が考えた、社会問題や税制改革、犯罪問題、貿易、経済、エネルギー、ヘルスケア、家族や子供、福祉と貧困。 教育など100に及ぶアイデアを編集した本で、ルビオは、アイデアリストを確立するためにアイダレイシングと呼んだ。2007年から2008年の2年間で、ルビオの熱心な働きかけにより、この100のアイデアは、フロリダ州議会を通過し、そのうち57のアイデアが可決され、フロリダ州の州法として署名させることに成功した。この成功により、他の共和党議員らが、 本のアイデアに注目し、ニュート・ギングリッチは、ルビオの成功を、天才の仕事と呼び百のアイデアを絶賛して、促進する宣伝文を書いたほか、フロリダ州知事ジェブブッシュもこの本を購入して、引用した。議長在任中、デビッド・リベラ下院議員と住居を共有しており、住宅ローンの支払いが数ヶ月間滞ったため、差し押さえられた。2010年の合衆国上院議員選挙時に、 問題視されるが、ルビオのスポークスマンは、ローンはすでに支払ってあるとして問題は解決済みとコメントしている。フロリダ衆議会議員を終えた2008年から、自らの法律事務所を開設するとともに、フロリダ国際大学で教弁を取った。2009年5月5日、ルビオと同じヒスパニックである、メルマルティネス上院議員の引退宣言により、上院選への出馬を宣言し、 発表に先立ち、フロリダ州の支持者に対し資金調達を行った。2011年2月23日、ルビオとヒスパニック系共和党議員当初は、副大統領候補にも一時名前が上がった、フロリダ州知事のチャーリー・クリストの出馬宣言で、放末候補と見られていたが、クリストが、バラク・オバマ大統領の政策に融和的なことから、ジム・デミント上院議員やマイク・ハッカビー前、 アーカンソー州知事らがルビオを支持2010年に入るとクリストを20ポイントリードした。共和党の公認候補は8月に実施される。予備選で決定されるが、形成不利と見たクリストは4月28日、共和党を離党し無所属に転じた。クリストは離党後、8月までは選挙戦を優位に進める。ものの、それ以降はクリスト寄りだった。 地方議員の抱き込みに成功したルビオが逆転し、選挙戦終盤には支持率を50%にまで拡大させた。11月2日の本選挙で49%の得票を獲得30%にとどまったクリストや20%だった民主党候補ケンドリック・ミークを破って当選した。上院選での大差をつけた当選により、ルビオは周囲から 次期大統領候補として、期待を集めるようになった。また、財政、社会問題に対し保守的な立場をとり、ティーパーティー運動から支持を集めており、ティーパーティー運動のプリンスと呼ばれている。一方で、米大統領選挙の候補者の中で他候補を圧倒して、最もウォール街からの献金が多い。このことはルビオが国際金融資本の代弁者であるともいえ、ウォール街を敵視する。 T ーパーティー運動の方針とは異なっている。2015年2月26日、ワシントン DC で講演するルビオ2011年11月、クリス・クーンズ上院議員と共同で法人減税に関する法案を提出。法案では研究開発、設備投資を行う企業への減税や事業を始める退役軍人への税額免除を掲げた。2012年に党として、 原則を維持するため、財政の崖の決議案に反対した。反対したことで批判を受けたルビオは、未だ不況にある中小企業は、この新しい法案を受け入れるか、新しい従業員を雇うのを止めるかの選択を迫られている。この法案は、彼らにとって何の役にも立たないと反論している。2013年1月、ヒスパニック系有権者の共和党離れを防ぐために、 共和党は移民改革法に妥協するべきだと主張し、移民改革の計画を提案した。これは、罰金、追徴課税、履歴、経歴調査及び試験採用機関として、法的地位を得るための一連のステップなど含んだ、アメリカで暮らす不法移民に市民権を起としていた。3月14日、保守政治活動協議会の講演で、同性結婚に反対の立場を表明した。 4月17日、銃の購入に際し、購入者の経歴確認を厳格化する法案に反対票を投じた。7月、ベンカルダン上院議員と共同で外国援助に対する説明責任法案を提出した。法案では指定された指標に基づき、外国への援助計画の実効性についてアメリカ政府が報告する義務を負うとした。2015年3月4日、 マイクリー上院議員と共同で税制改革法案を公表した。法案では多国籍企業への減税、法人税の引き下げ、子供を持つ家庭への税還付額の増額などを掲げた。反面、高齢者支援や医療関連の支出については、財政赤字を理由に削減するとした。二0 1四年一月十一日、横須賀基地のシャイローを視察するルビオルビオの外交政策は、 高派とされ、ネオコンとのつながりがあるとされる。つまり、積極的に、米国、米軍が、対外政策に介入するべきであるとの立場を、とっており、特に、イランロシア、北朝鮮の脅威に対する厳しい姿勢を主張している。実際に、外交政策では、ネオコン系シンクタンクである、アメリカ新世紀プロジェクトのメンバーがアドバイザーを務め、実際にキャンペーンスローガンは、 ナックの名である A New American Century となっており、公式サイトでは Are you ready for A New American Century との問いかけとなっている。しかしながら2013年にはシリアへの空爆には共和党議員の中ではランドポール議員と共に反対する姿勢も見せているなど、米国の軍事介入には限定的であるべきだと慎重な姿勢も持つ側面もある。 2011年11月、アメリカを訪問したチベット亡命政府のロブさん宣言、首相と会談。2012年3月15日に、上院議会で中国のチベット人弾圧を批判し、自国の人権を無視する国は、他国の人権も尊重しないと演説し、中国の人権問題を批判した。2014年1月21日、 日本の安倍晋三内閣総理大臣を表敬訪問し、自衛隊、安全保障体制の強化の取り組みに支持を表明した。2月に勃発した2014年クリミア危機を契機に、ロシアのエネルギー戦略の影響力を除くため、ヨーロッパ諸国への天然ガス輸出を促進することを主張している。7月、日中間で発生していた尖閣諸島、防空識別権問題に対し、 中国を国際協定を無視し、アジア太平洋地域を混乱させるものとして批判。他の議員と共に中国への非難決議案を共同提出し、7月10日に全会一致で可決される。12月、オバマ政権がキューバとの国交正常化交渉を開始したことに反対し、キューバ人スパイを釈放したことについて、危険な宣例を作ることになると批判している。また、 キューバへの金融措置の撤廃に向けた法改正をあらゆる手段を行使して阻止するとしている。2015年4月15日、オバマ政権がイランの核開発問題が合意した場合に内容を検証する権限を議会に付与する法案の修正に合意した。修正合意に対しイスラエルの立場を支持する内容に修正するとした。2020年6月、ルビオは 英国保守党元党首、イアン大ン・スミスが設立した、対中政策に関する列国議会連盟へ参加した。2020年7月、アメリカがウイグル人の処遇問題に関連して中国政府、交換数人の詐称発給制限と、アメリカ国内の資産凍結措置を発表すると、中国側も対抗措置として、ルビオを筆頭とする中国批判の議員らに、さらに、 同年8月、アメリカが香港の国家安全法導入をめぐり、香港政府関係者の資産凍結措置を発表すると、中国側は再び、ルビオを筆頭とする中国批判の議員らに、同様の対抗措置を発表した。2012年アメリカが衆国大統領選挙の共和党予備選では、中立的な立場だったが、2012年3月30日に、正式に、 ミッド・ロムニー候補を支持表明した。ルビオは副大統領候補として最有力視されているうちの一人であり、中南米系の支持を集められると見られていたが、6月の時点で候補から外れたと報道され、最終的にロムニーはルビオではなくポール・ライアンを副大統領候補に選んだ。2015年5月9日、フリーダムサミットで演説する。 ルビーを2016年アメリカ合衆国大統領選挙の出馬に向け移民改革法をめぐり対立した T ーパーティー運動との関係改善を模索し同運動の有力者で民と元上院議員との関係を修復した2016年アメリカ合衆国大統領共和党予備選挙も参照2015年1月大統領選挙への出馬に向けて資金調達担当者を任命し 4月13日に出馬を正式に表明した。フロリダのフリーダムタワーで開催した出馬表明演説会では、ロシア、中国に対する優和外交の転換を訴え、民主党から立候補を表明したヒラリー・クリントンを過去のリーダーが過去に連れ戻すための選挙を始めたと批判した。5月13日、ニューヨークで開かれた外交会議で中国、イランを念頭に、 南シナ海やホルムズ海峡の通称を妨害する行為に対し私の率いる政権が必ず対抗するだろうと述べ国防予算を優先するべきと主張した8月28日サウスカロライナ州で演説し尖閣諸島について我々の同盟国日本の領土だと明言したこの時点でアメリカ政府は尖閣諸島が 日米安保条約適用範囲内にあることは認めているが、領有権の帰属に関しては中立の立場を取っており、ルビオの発言は一歩踏み込んだ発言となっている。12月29日、下院共和党の有力議員と例、ガウディの支持を取り付けた。23日時点における、支持率はベンカーソンと並び10%を獲得し、共和党候補者内で第3位となっている。 2016年2月3日、大統領選挙から撤退する、リック・サントラム元上院議員から指示を受ける。2月5日、大統領選挙から撤退した、共和党のボビー・ジンダル前、ルイジアナ州知事から、共和党指名争いにおける指示を表明された。3月16日、地元フロリダ州での共和党予備選挙において、ドナルド・トランプに敗北し、選挙戦からの撤退を表明した。 1998年に銀行員でマイアミドルフィンズのチアリーダーをしていたジャネット・ドゥス・デベェスと結婚しアマンダ・ロー,オーレン、ダニエラ、アンソニー、ドミニクの4人の子供を設けた。父はマリオルビオレーナ、母はオリア・ガルシア・ルビオ。ルビオの母方の祖先にスペインからキューバに移住したカルロス・ペレズとラモーナ・ガルシアで、その息子でマルコ・ルビオの祖父が ペドロ・ヴィクター・ガルシア。父方の祖父アントニオ・ルビオと、祖母エロイーザ・レーナ・ルビオには7人の子供がおり、父マリオは、その一人だった。父方の祖父と祖母は共に、キューバのハバナで亡くなっている。兄は、キューバ生まれのマリオ・ヴィクター・ルビオ。姉は、バーバラ・ルビオ・シシリア。妹に、ベロニカ・ルビオ・ポンセ。キューバ生まれの兄のマリオ・ヴィクターは1956年の6歳の時に、 両親に連れられて、キューバからアメリカに移民した息子であった。姉のバーバラは1980年に、オーランドシシリアと結婚するが、彼は1970年代から1980年代に、コカインやマリュファナをフロリダに密輸するグループのメンバーであった。結婚後、姉のバーバラは、夫が薬物を密輸する仕事をしていたとは、知らなかったという。姉の夫として、 ルビオの家族にも紹介されている。1987年に姉、バーバラの夫が麻薬取締局に自宅で強制逮捕され家宅捜査された時、マルコルビオは16歳の高校生であった。母親に姉、バーバラの夫が逮捕されたと母親の苦悩を聞いた、マルコルビオは南フロリダ高校から急いで家に帰宅してそのことを知ったという。姉の夫をランドシシリアは 翌年の裁判で、麻薬密輸の罪で、懲役25年の有罪判決を受け刑務所に入ることとなる。この事件で、ルビオ一家は彼を拒否する様になるが、姉は離婚せず、夫が刑務所に服役後も彼を支え続け、釈放され自由になった後も結婚したままで一緒にいる。釈放され自由になった後、姉の夫は薬物の密輸業とは縁を切って、 妻であるマルコルビオの姉と現在でも一緒に暮らしており、彼は2002年に家族の一員としてルビオ家に認められている。弟のマルコルビオはフロリダの上院議員の時、姉の夫シシリアにフロリダの不動産ライセンスを推薦する手紙を書いたが、過去の犯罪歴がある姉の夫が自分の義理の兄弟であるということに関しては言及することはなかった。姉の夫シ,シリアは、 フロリダで不動産ライセンスを持つことを許諾されている。妹のベロニカは高校生の時恋人であったプエルトリコ出身の歌手、俳優のカルロス・ポンセと結婚し、4人の子供を儲けたが2010年に離婚した。ありがとうございます。